航空写真国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。おこたんぺこは北海道千歳市西部にある小さな湖で四国湖の北西7キロメートルほどに位置している。四骨と大屋国立公園の特別保護地区内にある江庭岳の火山噴出物によりできた関戸湖。コ。四国湖よりも3 0 0メートル高い位置にある。 周囲約5キロメートル最大水深2 0 5メートルである。西岸には高層湿原があり、貴重な動植物が生息している。また、湖全域が、四骨東野国立公園の特別指定保護区であり、一般の立ち入りは禁止されている。ここから流出し、南の四骨湖に注ぐオコタンペ川は、 長さ約3 5キロメートルで、標高差3 0 0ル以上を下る急流である。一帯は、江戸松と土松などの原生林に覆われている。小羽を降りる細い道が一本ある他は周辺に何も、なく、オンネ島、篠ノノメコと共に、北海道三大彦に数えられている。晴れていれば湖面が、コバルトブルーに輝く。秋には、紅葉を映し出す。アイヌ語で、川下に、 村があるを意味する、おこたんぺに由来。この湖を水源とするおこたんぺがが、四国湖に注ぐ地点には、温泉があり、かつてはアイヌが、アメマス漁や、入浴のために小さな村を営んでいた。国道453号おこたん分岐点から、北海道道78号四国湖線に入り、3km ほど、進むと湖面を望む展望台がある。湖への遊歩道は、 整備されていない。オコタンペコ周辺は、自然公園法で特別保護地区に指定されているほか、森林法に基づき森林生態系保護地区に指定されており、許可を得た場合や、緊急の場合を除き、立ち入りが禁止されている。オコタンペコ展望台から未適へつながる道路は、閉鎖されていて、通行不可となっている。2014年9月の集中豪雨による土砂崩れのため、 アクセス道路である道道78号が長期にわたって通行止めとなっていたが、国道453号から展望台までの区間については2017年5月に復旧工事が終わり、通行できるようになった。ありがとうございます。